はい、今回はですね、このリファレンスで言います1501ですね。こちらの1501は、1968年の製造ですね。でこちらはですね、ちょっと製造がはっきり確認してないんですけれども、こっちの方が針の形から言っても多分60年ぐらいじゃないかなと思います。ちょっとシリアルで追えばいいんですけれども、ちょっとやりませんでした、すいません。なぜまあこれを2つ出してきたかって言いますとですね、これはですね、両方ともですね、保証書とこのクロノメーターのテストペーパーですね、日本語で言うと報道証明書っていうんですけれども、これがついてるんですね。まあまあ全部揃いっていうことですよね。で先ほども言いましたけど、こちらはですね、1968年の5月7日にクロノメーターのテストしてますね。で面白くて、販売がですね、香港の領収書ですか、2万7000円で販売してるんですね。で販売日がですね、1968年の6月20日だから、これ製造してから1ヶ月でもう販売されちゃってるんですよね。まあ、値段もすごいんですけど、2万7000円って今じゃ考えられないような値段ですけど、でこれギャランティーなんですけれども、その当時のギャランティーには、68年の10月9日になってますね。だから7、8、9、3ヶ月遅らしてんですよね、保証書の頃にギャランティーに。面白いですよね。だから保証期間が、まあ、何ヶ月間か伸びてるというね。まあ日本人でも昔はやりそうなことですけど、香港でもやっぱこういうことやってたんですね。保証期間を多少伸ばしてあげようっていう。でこれがやはり保証書ですかね、保証書かな、なんか入ってますね。でまあもう一つですね、こちらの方ですけれども、こちらの1501もこのクロノメーターテストペーパーですね、報道証明書ついてます。でこちらはですね、このシールが貼ったんです、下のところに。でこれはここに、まあ、テストした日にちと、まあ、誰がそれを担当したかっていうのは入ってるんですけど、これはやっぱり日にちを隠したかったんですよね。書いてない、シール貼ってありますね。まあこれでバレちゃうんですよね、いつこの時計がクロノメーターをテストしたっていうね、このあれですよね。ですからこれ隠してありますね。でまあ製造番号、これシリアルですけど1273590って入ってますね。まあ、ちょっと手元に資料がちょっとないんで、持ってくればよかったんですけど、資料をする本をちょっと手元に今ちょっとなかったんで、すいません。まあ60年代か50何年、60年代ぐらいなのかな。でこれがやっぱりこれ面白いですね、デイトジャストにこっちになってますね。でもデイトジャストじゃないですよね、時計がね、なぜなんでしょうね。これがやっぱりもう一つギャランティーですね。でこれがこれを入れる入れ物ですね。まあこれも見た人は分かると思いますけど、このこういうケースに入れておくんですね。でもちろんもう一つの先ほどにもありますけれども、こういう入れ物が、こういうのがやっぱりあれじゃないですか、ロレックスの買う時の一つの喜びっていうか、まあ、裏蓋開けてもいろんな情報出てきますけれども、こういう付属品があるとまたあれですよね、また格別に嬉しいですよね。で今回はこの1501、まあなんで2個出したかっつうと、この2個はこの全部ついてたんで、ついてる品なんで、ちょっと面白いから出してみました。まあ1968年に香港で2万7千円で売られてたっていうのも衝撃的ですよね。はい、ちょっと面白いです。ロレックス全部入りですね、全部入りセットですね。はい、こういう